ソビエトの3番目のカップルです。このオルガ・ボルジンスカヤ、アレクサンドル・クリニンという組、なかなかまた将来性有望という感じがありませんよ。本当に内閣将来が楽しみという感じがあります。考えはあるんですけども、全く無名な選手がこうやって出てくるっていうのはね、
でしかも昨日まで6位でしょ、はい、このフリーですからね。あ、これですね、はい、あの女性の腕の力がこうやって立ち上がった時だってものすごく使ってると思います。